地方でね、斉藤隆高自宅に闇バイトで侵入した奴に懲役3年6ヶ月。住宅に押し入って金品を奪おうとしたとして、住居侵入や窃盗未遂などの罪に問われた東京都町田市の外交工事作業員、山口雄二被告27に横浜地裁は20日、懲役3年6月求刑懲役4年6月の判決を言い渡した。関係者によると、現場はプロ野球横浜でねえコーチの斉藤隆さん宅。角谷博美裁判官は、報酬欲しさから交友サイト SNS などで闇バイトに応募し、犯罪に加担したと指摘。被告は移動手段として車を調達するなど、共犯者らの中で重要な役割を果たしたと述べた。判決によると、2月14日未明、横浜市の住宅に侵入して金品を盗もうと物色したが、住人に見つかり逃走した。闇バイトなぁ、未遂で誰も傷つけてなくて3年か闇バイトなんてろくなことねえぞっていう見せしめもあるんかな。裁判所が横浜ファンなのかもしれない。市川猿之助も3年の模様。猿之助は休憩の話だけどこっちは実際に下った判決だからな。窃盗目的での住居侵入やと合わせ技で跳ね上がるようやな。窃盗目的での住居侵入やと合わせ技で跳ね上がるようやな。そんなうなぎがあるんや。損壊とかもトッピングできるんちゃう？犯罪バイキングやめろ。登録お願いします。